チルネコデルエトナは、イタリアのシチリア島、エトナ山周辺地域原産のサイトハウンド犬種である。別名は、シチリアングレーハウンド、チルネコデルエトナ。稀に、古表記で、チネコデルナと綴られることもあり、これに従って、チルネコデルトナと呼ばれることもある。約3000年前に、フェニキア人によりシチリア島に持ち込まれた、古代エジプト原産のチズムという超古代犬種が、 先祖である。このチズムが原産地に定住し、適応して進化したのが、チルネコデルエトナである。なお、本種のように、チズムを先祖とする犬種は種主にウサギやキジ、ヤマウズラを狩るのに使われた。グレーハウンド系の犬種でありながら、体が小さく、小回りが利き、起伏の激しい原産地でも駆け回ることができた。1900年代には、頭数が減り、 絶滅の危機に陥ったが、シチリアの名犬種を絶滅させまいとした島民による、島を挙げての大々的な保護活動により、絶滅を回避することに成功した。その後1952年に、フシーに公認犬種として登録され、世界的に知られるようになった。現在は、原産地、シチリアだけでなく、ヨーロッパ各国でも飼育が行われるようになった。しかし、 原産地以外では、姿は似るが、デルエトナより、サイズの大きいマルタ原産のファラオハウンドの方が、人気であり、あまり多くは飼育されていない。グレーハウンド系の犬種ではあるが、サイズは小さめである。姿は先祖であるチズムや、兄弟種のファラオハウンドによく似ている。筋肉質の引き締まった体つきで、サイトハウンド犬種であるためスリムで混ずる、首、足、胴、尾が長い。 目は小さいが眼光は鋭くなく、瞳の色は琥珀色である。火山地帯の出身であるため、足腰が非常に強く、スタミナも多い。耳はろうそくのみ、尾は飾り気のない先細りのサーベル型のタレを。コートはスムースコートで、暑さには C が寒さに弱い。毛色はレッドやブラウンアンバーなどで、それにホワイトのパッチが入ったものもいる。 体高42から50センチメートル、体重8から12キログラムの中型犬で、性格は陽気でまなな酒深い。主人家族に対しては、人懐っこいが、その他の人に対しては、あまり慣れ慣れしくしない。訓練やしつけをしっかりと飲み込む賢さを持ち、ペットとして飼育するのにも適した犬種である。しかし、サイトハウンドのため運動量は多い。 なお、陶器が寒い地域での飼育の際は、その期間は服を着せるなどして保温する必要がある。かかりやすい病気は、皮膚疾患や関節疾患などがある。ありがとうございます。